皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、まあ今日はというかいつも通りですが、朝遅く起きましたんで、少しコーヒーと一緒にですね、お菓子をいただきたいと思います。連日ですね、レモンケーキやらアーモンドケーキご紹介させていただいてますが、今回もですね、小松屋さんのカンラポテトいただきたいと思います。原材料はですね、まあ、お芋ベースになっています。さつまいもですね。では開けてみたいと思います。おう、ブランデーが入っていると書いてありましたけれども、香りはいかがでしょうか。うん、洋酒の香りしますね。周りにはなんていうんだろう、これ包装紙かかってます。じゃあちょっと食べる前に少しフォークを入れてみますね。結構すごいしっかりしてる。冷蔵庫から出したばっかりということもあるんでしょうか。少し置いてからの方があれなのかな。断面はこんな感じで、かなりお芋感が強い見た目になってますね。ではいただきたいと思います。もしかしたらスプーンの方がいいかもしれません。うん、すごくすでにあるお菓子に例えるなら冷たいスイートポテトですね。ただ結構バター感があっさりしてるので食べやすいです。うん、結構お芋のお菓子なのでしっとりはしてますけれども、少し、まあ、乾燥気味にはなるので、何か飲み物が一緒にあるといいと思います。甘みはですね、きつくなく本当に自然な甘みで、すごく飽きない甘さです。おいしい。うん、またレモンケーキとアーモンドケーキとは全然趣の違う洋菓子になっています。ぜひ富岡製紙にお越しの時は、神楽町小松屋さんまでぜひ足を運んでみてください。この3つのお菓子の他にもいろんなお菓子があります。ぜひ味わってもらいたいなと思います。では引き続きコーヒータイムにしたいと思います。皆さん、いってらっしゃい。